はい、スリープフリークスの田澤です。今回はアイゾトープ社のニュートロンというプラグインを紹介したいと思います。それはどういったプラグインかと言いますと、単純にはチャンネルストリップだと思ってください。これはアイゾトープ社お得意のですね、一つのプラグインを指すと様々なエフェクトが入っているというものになります。まずこちらで言うとですね、このイコライザー、コンプレッサーが一つ、二つ、そしてエキサイター、 トランジェントシェイパーの5種類のものを搭載しているというところになります。そしてそれぞれにこういうのようにね、応募がありますので、使いたいもの、使いたくないものっていうのを分けながら設定していくことが可能となっています。アイゾトープで言うと、アロイ2なんかが一番近いものになると思います。そしてですね、こちらかなりプリセットが豊富でですね、こちらプリセットを見ていただくと、 チャンネルストリップに挿すものですので、このようにベース、ドラム、バス、ドラムス、ギター、様々なものにありまして、その中でもドラム、バスに挿していく中でもアコースティックの中だけでもこんなにたくさんのプリセットがあります。まず早速ちょっとプリセット何か挿してみましょうか。例えばポップドラムスとか選択してみましょう。それとどういった設定が入ったかというと、イコライザー、 トランジェントシェイパー、エキサイターの3つが立ち上がって、コンプレッサーはオフになっているっていう状態です。それでは再生しながら、途中でバイパスに変更してみますね。では再生します。このように、この3つを入れただけでも、かなり音が明るくなったような印象があります。 実際、これ、どのような流れになっているかというと、今、音が入ってきて、ここでインプットの音量調整ですね。今、ゼロになってましたので、変化をつけず、ピコライザーを通って、ブランジェントシェイパーエキサイターの順でっていうところですね。これは、あの、順番もこのように簡単に変えられますので、好みの順番に並び替えて使っていただけたらと思います。そして、ここ5個を通った後に、こちら、リミッターですね。リミッターのオンオフがありまして、リミッターの天井はここで。 決められるっってていうところになっていますそしてですね、このニュートロンの今回の目玉機能の一つとしては、ここのトラックアシスタントという機能がつきました。これは何かというと、音を分析して自動的にこの5つのパラメータを調節してくれるというものになります。では、まあ、早速使ってみましょうか。これは使い方としては、まずこのトラックアシスタントボタンを押してですね、この虹のようなものがぐるぐる回っている時に再生ボタンを押すだけです。 はい。今、解析が終わりますと、このように。まあ、先ほどとはちょっと違う設定になりましたよね。ちょっとバイパスでオンオフ比較で聞いてみましょうか。まず、今度はバイパスの状態から行きましょうか。途中でオンにしますね。では、再生します。 はい。かなり明るく、あの、抜けの良い音に変わったんじゃないでしょうか。そしてですね、このトラックアシスタントを使うときにですね、この右側の三角形を押しますと、このモードとプリセットっていうものが出てきます。これは何かというと、まずモードの方はどれぐらい下のエフェクトの変化を与えるかっていうもので、 サトルからアグレッシブに向けて、まあ一番下が一番強く影響を与えますよっていうところで、まあ一番上が元々にかなり近い状態を維持するっていうようになっています。まあミディアムにしておきましょう。そしてですね、このプリセットの方、こちらはですね、どういったキャラクターに持っていくかっていうところにかなり影響がありまして、まずこのブロードバンドクラリティっていうものですね。こちらはさほど極端な設定には 変えないですけれども、まあうまくこういうふうに周波数のポイントを押さえてなんかよどみを取ってくれたりっていう印象はあります。そしてですね、このウォームオープン。こちらはボディ感とかパンチ感。力強い音に変更するようなイメージです。そしてですね、アップフロントミッドレンジ。こちらはですね、中高域の抜けなんかをかなり強く意識したものになっていると思います。なので、 今はですね、ドラムに対してはこのウォームオープンとかブロードバンドクラリティってものが向いているんじゃないかなと思いました。さらにこのニュートロンの面白い機能としてですね、今こちらのベーストラックの方にもニュートロンを入れています。こちら2つ合わせて再生するときにドラムスの方のイコライザーというものを選択しています。そしてここにマスキング機能というものがあります。そしてですね、ここのマスキングをオンにした状態で横からベースっていうものを選択すると、 上側がドラムのイコライザー、下側がベースのイコライザーとなっています。この状態で少し再生してみます。はい。これどういった状態かというと、上側にこの白く霧がかかったような状態になってますけれども、ここがベースの音の影響を受けているところ。 っていうふうな表示ですね。まあ、ベースの音はこういうところにすごく出てますよっていうことを教えてくれます。そして上にこのように少しまヒストグラムが出てくるんですけれども、このまあ左側のこのビックリマークを押すとリセットされてですね、このセンシティビティのローハイってありますけれども、これをハイの方に動かすとですね、これの感度が高まりますので、ここのヒストグラムも少し出てくると思います。では再生してみます。 はい。このように見ると、まあ、こういったところにベースの音がいるよっていうところがよくわかるっていうところで、例えばバスドラムとベースの被りを抑えたり、ボーカルトラックとギターの音で被ってるところを探したりっていうのが、まあ、一目瞭然っていうところですよね。そしてさらに面白いのが、こっちにですね、例えばこの一つじゃあイコライザーを追加してみましょう。そして、まあ今このベースの音の影響を受けているようなこの辺りに少し触ってみましょうか。で、この辺りでですね、例えばこの ドラムスの方を持ち上げると。その時に、このインバースリンクっていうものを押すとですね、これを押した状態を少し動かすと、下側のベースの方にこれを反転させたようなイコライザーが出てきます。ですので、例えば、ドラムスのバスドラムのあたりを少し持ち上げることによって、音を聞かすと同時に、ベースの方も少し下げてくれるので、割に自然に持ち上がってくるっていう特徴があります。少しこれ再生しながら動かしてみますね。 はい。このようにですね、ドラムスの方のこの辺をぐーっと下げていくとベースが持ち上がってきて、こう逆に上げるとベースが下がっていくと。このイコライザーは下側の方もこのように触れますので、どちらからでもコントロール可能ですので、かなり便利かと思います。そして、ここのバイパス EQs っていうのを押すと、このすべての EQ の設定を瞬間的にもうバイパスできるので、音の比較もかなり簡単にできます。これも少し再生しながらやってみましょう。 はい。このように一瞬でイコライザーをつけていない音と比較できますので、かなり使いやすいのではないかと思います。ニュートロンのいいところっていうのは、このトラックアシスタントによって簡単に設定をしてくれるっていうところがあります。ですので、例えばコンペなどでたくさん作品を作ってミックスにあまり時間をかけてらんないっていう方なんかには向いているんじゃないでしょうか。その他は、 まあ、ミックスのことをこれから勉強するっていう方なんかでも、こちらの設定がなぜそのような設定になっているか、まあ、その設定によってどういうふうに音が変化しているのかっていうのを確認するのにもかなり向いていると思います。それでは次回以降はですね、この一つずつの中のエフェクトのことについて、もう少し詳しくご紹介していきたいと思います。それでは今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴誠にありがとうございました。スリープフリークスでは、 より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけておりますこんな動画があると嬉しいこんな企画を開催してほしいこの商品を紹介してほしいなど皆様の貴重なご意見をお聞かせください弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますのでこちらのリンクからアクセスをお願いいたしますなおプライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください今後ともよろしくお願いいたします